はい、皆さん、こんにちは。この前ね、インスタライブの方では話したんですけど、みんなの性格、意識が何者かに乗っ取られているとしたらどうします？何それの寄生獣みたいな話って思うでしょ？ちょっとね、興味深い話聞いて、トキソプラズムって聞いたことありますかね？これね、ほぼ全ての哺乳類に感染能力を持つ寄生虫なんですけど、感染すると体に何が起きるのか、ちょっとね、感染率の多い国を見るとヒントになるんです。ブラジル、アルゼンチン、フランス、スペイン、ドイツ。これらの共通点みんななんかわかりますかね？まあ、南米とかヨーロッパとかあるけど、まあ、勘のいい人ならわかると思います。つい最近ね、世界的にもね、開幕した。そう、サッカー。全部サッカーが強い国ですよね。なんとこのトキソプラズマ、感染者は非感染者に比べると、失敗を恐れる気持ちが低くなるんですね。リスク許容度が高くなるというんです。そう報じたのは、イギリスの王立学会。いや、何それって感じだよね。そんなことあると、本当に寄生獣みたいなことが。このトキソプラズマは、加熱されていない肉とか、猫の糞から感染するらしいんですけど、なんで猫の糞って猫からね人に感染することが一番多いそうなんです。トキソプラズマは猫の体の中で繁殖するので、なので例えばネズミとかは本来天敵の猫の尿を嗅ぎ分けることができるんですけど、そしてね避けたりするんですけど、トキソプラズマに感染したネズミは警戒感が弱まって猫に食われるような行動をとってしまうそうなんです。空間記憶とか学習能力が低下して不安や恐怖に対して鈍感になって、怖くないですか？寄生虫が体内に入って行動を変えてしまうんですよ。だから本来だったらネズミはね、うわ猫がいるとか、あここあの尿の匂いがするから猫がいるからちょっとここは避けようみたいな感じでコソコソしてるんですけど、感染したらなんか怖くないなみたいな感じで堂々さ猫の前を歩いてね食われちゃうっていう、まあ猫の体にねトキソプラズマが入る必要があるから、そのネズミの意識を変えてしまってるんですよ。恐ろしいのがこれネズミだけじゃなくて人間も同じらしく、先ほどのサッカーの強い国が感染率が多いっていうのもリスクを恐れず前へとね攻撃的な戦略を取ることで強いチームになっているという説。まあなんかサッカーが強い国とか言ってるからいいように聞こえるかもしれないけど、もちろんそんなことはなく、そのねトキソプラズマに感染したらうつとか記憶障害とか統合失調症とかね、そういったね精神疾患もね引き起こすリスクがあるらしく、またね考えてみたらわかると思うんですけど、うつとかになって警戒心が薄れるって考えるとちょっと怖い、そのねまあよからぬことを考えちゃいますよね。まあ今世界で陰謀論者が多いのはこのトキソプラズマに感染して統合失調症にねなっている人が多いからっていうね都市伝説が海外ではあるんです。まあもちろん本当かは分からないんですけど、そのねリスクに対して許容度が高くなるっていうのは結構ソースが高いらしく、まあまだ研究する必要はあると思うんですけど、まあそういったね本当寄生獣みたいなことがあり得るのか皆さんどう思います？この前の11月8日みんなね見ました？皆既月食すごかったよね。今回の皆既月食は月が地球の影に完全に覆われた状態で、月の後ろの天王星が入り込む天王星食が同時に見られたもので、これはね442年ぶり。なんとね戦国時代織田信長がね天下統一を目指していた時期以来らしいんですね。いやそう考えるとめっちゃレアだしロマン感じるよね。そしてそれと同時にねみんな月を眺めてたらなんか不思議な気持ちになりませんでした？あなんでそこにあるんだろうとか、あれなんか月って不思議だよなっていう感情に。でねこう思った人もいるんじゃないでしょうか。なぜ人類再び月に行かないのか。人類が初めて月に到達したのは1969年7月20日、アポロ11号が月に着陸した時、その時着陸したのは2人の人間、ニール・アームストロングとバズ・オルドリン。その後もアポロミッションはアポロ17号まで続いて、史上6度目にして最後に月を訪れたのは1972年アポロ17号でした。その後もアメリカはアポロ20号までのね計画はあったんですけど、まあ予算的にね厳しいだなって打ち切りになって、いや1972年ですよ、人類がねあの最後月に訪れたの。そっから50年間人類月に行ってないんです。いやなんでって、スペック的にはね当時よりもねはるかにね進歩したって思うじゃん。なんで人類は再び月に行かないのか。ブッシュ政権もトランプ政権も再び月にね人類を送り込む計画を発表していましたけど、後にね予算の関係などで中止。欧州、中国、インドや日本も月探査計画はあって月面探査を行っていますけど、まあ無人では言ってるかもしれないけど、そのね人はなぜ送り込めないのか。 NASA は正式見解として、有人探査機は膨大な費用がかかるので政治的リスクを回避してみんな投資したがらないと発言していて、確かに NASA のアポロ計画は現在の価値にして1200億ドルかかったとされていて、これは日本にすると17.5兆円。2005年に出た NASA のレポートによると、月への有人飛行は1040億ドル、現在の価値にすると1580億円がかかると予想されているんです。 NASA の2022年の予算はね240億ドルなので、まあしかもこの予算はね月面探査プロジェクトだけじゃなくて、その宇宙望遠鏡プロジェクトとかね木星火星のミッション
ションなどもね全部含まれているので、まあ、普通に考えて予算的に足りないということなんです。なんかね技術が進歩したから今の時代だともっと安くいけるんじゃないのって思ってしまったけど、なんかそうでもなさそうなんですね。まだね、はい僕ね月に行きますとね掲げる大統領がいたとしても、アメリカの大統領は最大に2期しかね務めることができないので、次の大統領になった時に計画が白紙になったりとね、他の宇宙プロジェクトが優先されたりと、ほんと全員がね意見一致してよし人類は再び月に行くぞってね、みんなでおーってならないかなかなか厳しいらしいんですね。俺らで行く、まあ、それほどのお金とかモチベが今現在人類にはないということなんです。悲しいことにロマンがないね人類。まあねそれが本当の理由だったらですよね。ちなみにそのね月に行ってないというね話もあるじゃないですか、陰謀論としては。まずはねそこでちょっとクリアしなきゃこの話進まないので、そちらの陰謀論をちょっとサグッとね話しますね。この説はアポロ計画が終了して2年後の1974年にビル・ケイシングっていう人物が We never went to the moon、 我々は月に行ってないという本を出版したことで火がつき、そこから地球平面協会という団体がね月面着陸の映像は全て捏造で、 SF 作家のアーサー・C・クラークが脚本を書いていて、スタンリー・キューブリックが監修し、ハリウッドのスタッフがアリゾナで撮影をした後 NASA を非難したんですね。また話をややこしくしたのが1977年に公開されたカプリコン1っていう SF 映画で、この映画のあらすじは有人火星探査に失敗した NASA がそれを隠すために室内に火星セットを作り、火星のね着陸シーンを撮影するという内容で、もうまさにその陰謀論とリンクしてしまったんですね。まあそのまんまじゃんっていう。そもそも時代背景的にベトナム戦争後でアメリカの政治スキャンダルとなったねウォーターゲート事件とかも直後だったので、プラスアルファアメリカはねソ連とね競争してて宇宙競争してどちらが先に行けるのかみたいなことしてたので、まあみんなのもうピリピリしすぎて、いやもうこれちょっとセットで作っちゃおうみたいな陰謀論が当時まあ流行ったんです。まあでもそもそもねこの陰謀論には根拠があるのか、その辺をねちょっとね紹介していきますね。まずはこちらの写真、どの写真にもね空に星が写ってないんですね。まあね捏造だった場合は専門家によってねすぐにバレてしまうから、そもそも星をね追加しなかったんじゃないかという主張。これは写真が撮られた時間が昼間に当たる時間なので、そもそも写ってたらおかしいそうなんです。あとはこちらはねオールドリンがはしごから降りている写真なんですけど、月着陸船の影に当たる部分にいるのになぜこんなにはっきりね白い宇宙服が見えるのかという主張。本来は太陽の光しかないはずなので、何か違うスタジオライティングがあったのではないかという内容です。これは月ではね太陽光もあれば地球から反射する光、月の表面の砂から反射する光などがあり、それによってね影の部分も光が照らされることがあるというんです。この説は Mythbusters という番組でも環境を再現して撮影してちゃんと撮影できるのを立証していました。はい次、なんかね地面のね石に C って書いてある絶対小道具だっていうこの説、まあこれ有名ですよね。こちらはオリジナルのネガでは写ってなくて、おそらく髪の毛かなんかね現像した時に入ってしまったんじゃないこと。よしじゃんじゃんいきますよ。絶対スポットライトかなんか使ってるじゃんこの写真っていう主張。これは実際の写真はこっちの写真で、スポットライトがあるかのように見えた写真は映えさせるためにハイコントラストに画像をいじったバージョンなので、まあそのように見えてると、まあインスタ女子と同じですね。はい次、有名なやつ、月面は真空状態なのに星条旗がはためいているのは地球で撮影しているからだという主張。映像もこちらにあるんですけど、真空状態でもポールを動かす反動で旗は動くので、それにより旗が揺れているというのは映像でもわかります。またねこちらの写真は数秒間隔で撮られた2枚ですけど、このようにアニメーションしてみると人物は動いているけど旗は全く動いてないことがわかります。なので完全に風がない真空状態って逆に立証されたことになるんですね。とりあえず主張としてはね、当時の写真とか映像を引っ張り出して、まあもういくらでも何百件ってあるんですね。まあこういった映像とか画像以外にも、月へ行くにはバンアレン帯を通過するので宇宙飛行士たちは放射線の影響で帰還できなかったはずだという主張なんですけど、これはねバンアレン帯を数分っていう短時間で通過し、内側の放射線帯を迂回する軌道を取ったので、宇宙飛行士の全体的な被曝量は基準値をはるかに下回る数値だったんです。そして面白いのが、元 NASA 職員のジェームズ・ロングスキーによると、アポロ陰謀論説はあまりにも多くの人を巻き込むことになるのでバレずに執行することは不可能だと主張していて、少なくとも10年間にわたり40万人が関わっていたミッションなので、裏でこそこそね秘密にしてより、逆にその月にね先に行っちゃった方が楽だっていうんですね。なんかすげえ説得力あるよねこれ。 YouTuber一回もね秘密にできなかったじゃないですか。結局この40万人になってたらもっと秘密にできない。しかもその秘密もどえらいことやし。これとかはアポロ17の着陸地点、これはねちょっと見づらいんですけど、アポロ11の着陸地点、 JAXA も2007年に月周回衛星かぐやが月のデータを取得していて、その際にアポロ15の噴射跡を確認しています。まあ人類が月に行ったということはね、一旦みんなにちょっと同意してもらって、じゃないと今日の話進まないので、まあ一旦
ったとして、じゃあなんでねジュニーは再び50年間の間月に行かないのか。技術的にも進歩してるだろうに、お金の問題、いや本当にそれが問題なの？もしかしてアポロミッションに関わっていた宇宙飛行士たちは月で何者かに遭遇し、 NASA がそれを隠蔽しているのではないか。史上2番目に月面歩行をしたバズ・オルドリンのインタビュー映像。オルドリンはアポロ11のミッションから戻り、 NASA に嘘発見器をつけた状態で宇宙人と遭遇したことを報告したというんです。彼の他にも4名の月に行った宇宙飛行士が同じようなものを目撃したと。ただこの説ね、イギリスのタブロイド紙がね公開したもので、まあ大手メディアとかはねこれがまあ完全にフェイクだと主張してるんですね。全然ねその証拠っていうかソースがないので。ただ2014年にオルドリンがツイッターでレディットで何でも質問してと投稿してね、そこで宇宙人を信じますか、アポロ11号ではね何か見ましたかという質問がありました。オルドリンはこれに対して、私は窓の外に光を見た、その光は我々の宇宙船と並んで移動してきた、これはたくさんの可能性があると思うがと言ってね、その光が何だったのか、なんかね、いろいろ可能性を並べたりして考察していたんですね。もちろん最終的には何かわからないので文字通り未確認であるっていうんですけど、最後にあれは宇宙人ではなかったと一応結論は付けてます。まあこれに関してはね、正直に、まあ、宇宙人ではなかったと思うけど、なんか不思議な光を見たみたいな感じで、割と彼が言ってることはね正直に見えるんですけど、みんなどう思いますかねこれに関して。ただね、宇宙人何か変なものを目撃したと言ったら、あの降ろされる可能性があるっていうじゃないですか、その職から。しかも信頼性というか信憑性も彼のね対してのね失われてしまうので、まあ見たとしても言えないっていうのは割とありそうやけどね。またね、アポロ11号の音声データがね誰でも聞くことができて公開されているんですけど、そちらの録音されてたもので、あの巨大なもの、いやいやこれは錯覚ではない、これは誰も信じてくれないだろう、何が起きてるんですか、何かおかしくなりました、彼らがいるんです、表面の下に。何がですか？ビジターを見たんです。しばらくの間器具を確認していました。もう一度お願いします。私たち以外に宇宙船がいるんです。クレーターの裏側で一列に並んでいるんです。手が震えて何もできない。写真を撮るか、このカメラは何か捉えているか、何か記録できましたか、みたいなことが記録されてるっていうんですね。この音声データは全て文字起こしもされていて、文字検索で英語でね Optical Illusion とか Visitors とか Spaceships とかね検索してみたんですけど、全くヒットしませんでした。まあ本当だったとしてもそのまま公開できないだろうし、ちょっとチャチい気がするこのやりとり。ビジターがいる、何ですかみたいな、ちょっとさすが映画っぽすぎないかな、わかんない。現実的にそれ同じようなことが起きたとしても確かにこういった会話にはなるかもしれないけど、今度は匿名希望の教授もアームストロングと話してて、昔話しててこういったことを言われたみたいな話あるんですね。アポロ11では本当は何かあったんですか、詳細は言えないが、とりあえず彼らの飛行体は我々のものよりもはるかに大きさもテクノロジーも優れていた、なんて大きい飛行体だったんだ。でもアポロ11の後も NASA はたくさんのミッションを成功させてましたよね。 NASA はあの当時は目的が明確で、地球でパニックになることを避けたかった。ある情報によると、アームストロングはこの情報が真実であると証言しましたが、 CIA が関わっているということを理由にそれ以上は教えてくれなかったと。またね、このアームストロング、1995年に月面着陸をね記念する25周年のイベントをねホワイトハウスで行ったんですけど、そこで彼はこう語っていて、我々はまだ入り口にしかたどり着いていない、まだ未発掘の情報や真実がある、それは真実の保護層の一つを取り除くことができる者のみが得ることができる発見だ。ここで使われた真実の保護層という言葉がすげえ意味深だということで話題になって、やはり彼はね何か隠しているんじゃないかとね、まあ、話題になったんです。いやまあ俺からしたらシンプルになんかちょっとおしゃれな言い方にも聞こえるけどね、みんなどう思う、これに関して。またね、 The Dark Side of the Moon、 月の裏側についても謎に包まれていますよね。2016年元アメリカ空軍が機密情報取り扱いにおいて最も高いランクにいたと証言するものが内部告発し、1965年に撮影した月の裏側の画像包成された画像を見せられ、そこには知的な存在によって作られた建造物があったと証言したんです。この画像について尋ねてみると、我々はねその月の裏側で基地を発見したと言われたというんですね。他にもこのような洞窟の中に宇宙人が隠れているという説だったり、またねアポロ11号の前にリハーサルが行われたことってみんな知ってました？アポロ10号は1969年5月に3人の宇宙飛行士、スタッフフォード氏、ヤング氏、サーナン氏が月の周回飛行し、月周回軌道上で様々な試験を行ったんですけど、月の裏側を通過する約1時間の間、月が地球から電波をブロックしてしまう関係でヒューストンの管制センターとの交信が途切れたんですけど、そこである異変が起きます。実際に、ね、その音声が今でも残っているのでちょっと聞いてみましょうか。Yeah, it sounds like, you know, outer space.
会話から分かる通り、彼らはなんとなんか奇妙な音楽、なんか宇宙的な音楽、音が聞こえたっていうんですね。何その、これこそおしゃれやないかいって、宇宙の音楽ってなんやねん、どんなハーモニー奏でてるのって思うじゃん。まあね、これに関してね、誰も信じてくれないだろうって言ってるぐらいだから、相当奇妙だったのは想像つくよね。3人は後のインタビューで NASA の長官欄に伝えるか否か悩んだと語っていて、その理由としては、まあ話したとしても信じてもらえないだろうし、またその後のね、宇宙ミッションから除外されてしまう可能性があるから、だからまあ言うか言わないか悩んだみたいなこと言うの、やっぱそこだよね。やっぱこの人頭がおかしいってされたら、信頼性信憑性を失って、そのミッションとかそういった活動ができなくなってしまう。結局信頼が全てじゃないですか、今の世の中も。だからもちろん学者とか専門家とかもね、なんかそのオカルト的な変なことを、まあ、それがね自分の中で確信だと思っても言ってしまったら、その大多数のね、その80億人の人たちが、なんやお前バカじゃないの、そんなアホやな、頭おかしいこいつってされちゃったら、もう社会的信頼性を失って何もできなくなってしまう。結局そうじゃないか。やっぱ NASA はこの後、互いに近くにある月着陸船と司令船の無線電波が起こした干渉で生じた雑音だったと説明しています。じゃあね、実際に月の裏側見てみましょうか。こちらがいつも地球を向いている方の月の合成画像、こちらが裏側と言われている地球を向いていない方向のね、合成画像になります。まあ裏と表ではね、全然見た目が違って神秘的ですよね。まあ月はね、自転と公転が同期し、常に同じ方向しかね、地球に見せていないので、月の裏側をね、地球から見ることができないから、こういった都市伝説が生まれたんですけど、2019年に中国がジャッキョーというね、衛星を打ち上げ、地球と月の裏側の通信を中継し、ジャッキョー4号が史上初の月の裏側へのね、軟着陸に成功しました。そこで撮影されたパノラマ画像がこちらになります。まあ月面に関しては、 NASA が今ね、アルティメス計画というものでね、2024年までにね、再び人類をね、送り込もうというプロジェクトをしているように、まあちょっとはね、意欲的になっているので、またその近い未来、人類が月面着陸したら、もっといろんな陰謀論がね、もっといろんな情報が出てくると思う。その時がマジで楽しみ。今見てきたのが現実的な、その表向きな月の情報ですよ。ただね、みんな気になるのは、やっぱなんか不思議じゃん、月って。眺めてたら、それはみんなね、肌感覚でわかると思うんですよ。うん、この前の皆既月食みたいに、なんか見て、やっぱ不思議、やっぱなんか異質な感じがする。それはまあ、みんなの DNA にね、刷り込まれてるのかわからないけど、なんかやっぱおかしいんじゃないかと。こっからが面白くなります。まあみんな、月がなんか異質っていうのは一回はね、聞いたことあると思います。僕もメイン動画で一回作って、なおかつね、深掘り動画もセカンチャンネルで作って、それじゃあ僕的に物足りなくて今回もう作ってるんだけど、惑星の周りを回っているのが衛星で、地球の唯一の衛星は月になります。他の惑星で言えば、例えば火星はね、フォプス、ダイモスっていう二つの衛星があったり、木星なんかは79個衛星があります。そして月、そして地球の衛星、月、これ何が異質って、これ見たらすぐわかると思うんだけど、他の衛星に比べて圧倒的にサイズがでかいんです。ただでかいだけじゃなくて、でかいんだけど質量は軽いの。ここに関連しそうなのが、アポロ13ミッションでサタン V ロケットが月面に着陸した瞬間、55頭に匹敵するインパクトを月面に与えた時、地球から観測していた科学者たちはみんな、月が鈴のようになったと表現しているんですね。有名じゃんこの話。なんかね、本当に月面に着陸した時、振動がすごかったらしくて、もう地震計が測定したところ、振動は7分に達したところでピークに達し、3時間20分も振動していたんです。振動は地中40キロ地点まで到達していたと。まあこの出来事から月ね、空洞説が生まれたんだけど、まあ完璧にね、空洞じゃないにしても、まあスカスカなのは間違いなさそうですよね。ならどのようにして月はできたのか、そこもはっきりとは分かっていなくて、1969年から1972年の間に12人の宇宙飛行士が月面の上を歩き、380キロの地質を持って帰りました。もし地質が地球とは違ったら、宇宙のどこかね、遠いところからやってきて地球に惹かれたということになります。逆に地質が地球と同じだったら、地球と同時期に同じように形成されたということになるんですけど、なんと月の地質はそのどちらでもなかったんです。確かに地球の地質とはめちゃくちゃ似ててね、同位元素ではあるんですけど、完璧に同じというわけではなく、鉄とか重いものを抜いた地球の近くにある物質から形成されたような状態だったんですね。まあそれをね、可能にしたんじゃないかと言われている、一番有力されている説が、ジャイアントインパクト説。原始地球に火星ほどの大きさのね、天体が衝突した結果は形成されたというものです。ただこれじゃ矛盾だらけなので、微惑星なるものが大量に地球に
に衝突して、そこから出てきたかけらで小惑星が形成されたんじゃないかと。今でもこれぐらいしか分かっていなくて、はっきりとその月の形成どのようにできたのかっていうのは分かっていないんですね。まあ説だけで。ちなみにみんな、このね、地球、月、太陽の関係、この3つの三角関係、こいつらめちゃくちゃ異質っていうか特別っていうか不思議なの知ってます？まず地球は1年で366回転します。太陽は地球より 366% 大きいです。太陽は月より400倍大きいです。月は太陽より400倍地球に近いんです。このためね、太陽は月よりもバカでかくても、僕たちがね空を見ると全くね同じ大きさに見えるんですね。なのでこの前のように素晴らしい皆既月食、皆既日食を見ることができるんです。驚きなのが、宇宙飛行士がね宇宙に飛び立っていろんな惑星に行ったとしても、この地球で見る皆既月食、皆既日食を全く同じものを見ることはね、どの惑星に行ってもできないそうなんですね。この地球だけらしいんです、この特権というか、この美しい光景を見ることができるのは。それはなぜなのか、めちゃくちゃロマン感じない？そこに。なんで地球でしかその完璧なね、神秘的なものを見ることしかできないのか。何それ。地球と太陽と月の大きさが全て完璧な距離で、完璧な大きさにあるからこそ、今現在僕たちが見ることができる。まるで何かメッセージを僕たちに残しているような。それだけではありません。地球は24時間で4万キロを回っています。月は24時間で400キロ回っています。地球が月よりも早く回転するのは400回で、太陽は直径地球の109個分の大きさで、太陽と地球の最も遠い位置は太陽109個分です。そして月の円周は 109.2×100キロ。 地球の円周と月の円周をかけて、その数から100を割ると太陽の円周が出てくるんです。何これ、すごくね、なんかアホだからね、何がすごいかよくわからないけど、とりあえずこの月と地球と太陽をみんなね、データ的にお互いのそのステータスとかデータを並べた時に、ほんと同じような数字が繰り返し出てくるんです。なんでこれ、なんか完璧な位置、完璧な大きさにあるからこそ皆既日食、皆既日食見れるし、何これ。まあ、完璧っていうと大げさかもしれないけど、全然そんなことなく、月がなければそもそも地球で生命が誕生することも難しいんです。月の引力での引っ張りがなくなると、ブレーキ機能がね作動しなくなり、地球はアホみたいな速度でね自転することになるんですね。地表では強風嵐で大荒れ状態で、しかもね、地球の1日は8時間、1年は1095日というぶっ飛んだタイムテーブルになっちゃうんです。その月の存在がなきゃ、俺らこの生命がね、この地球でこの奇跡的にね繁栄することはできなかった。何それ、すごすぎる。もう一つすごいのが、このジャイアントインパクト説でね、その何者かがね、その地球に、ね、ぶつかって月ができたっていう話あったじゃないですか。地球の自転は 23.4 度傾いてるから、四季の変化あるね環境に恵まれました。もしこれ地球が傾いていなかったら、赤道上は常に灼熱の地獄で、逆に極地は常に氷で閉ざされた極寒、とても生命が過ごすことができない状態だったんですけど、奇跡的に月が登場したことにより、地球は安定した気候に恵まれ、生命あふれる美しい緑の星として誕生したことになります。まあとりあえずこの月の重要性、みんな気づいたでしょう。そしてこの月と太陽と地球のこの三角関係、この関係も完璧すぎるということに気づきましたよね。あまりにも完璧すぎるか、まあ、何者かがその月をねそこにポッって置いたのかって思っちゃいますよね。何者かがメッセージとしてそこに残したのかっていう、まあ、そのねメッセージ、まあ、仮にメッセージだとしてね、そのメッセージに気づいていた人たちが過去にいたのかもしれないです。1960年代オックスフォード大学の科学工学の教授だったアレクサンダー・トームは古代巨石群をたくさん訪れてね、そこで彼は気づいてしまったんです。古代の人々は彼のような高度な幾何学、天文学的知識を持っていたと。なぜそう思ったのか、スコットランドとかイギリスとかヨーロッパのいろんな巨石群をね訪問して、ある法則性みたいなものに気づいてしまったんですね。彼、どうやら古代人たちは円を360度ではなく、地球の回転と同じ366度で計算していたんじゃないかと。地球は自転一周する間に公転により地球の位置がごくわずか変化するから、1日約 365.25 分の1周ずつずれることになるんですね。そのずれが毎日1年間続くことで、1年は結果的に 366.25
号回転していることになります。この366という数字がすげえ重要らしくて、例えば月の直径は地球の 0.2732 なんですけど、月の周期は 27.32、 366分の1は 0.002732。 また地球は月の 366.175% 大きいんです。繰り返し出てくるこの数字たち、この数字は月の存在に関連して導き出されていると。そしてちょっとね難しいので省きますけど、その太陽の円周だったり、その月の円周、地球の円周をね分析することで導き出されたのが、まあ、彼独自のメガリスヤードなんです。メガリスヤードという測定の単位、1メガリアスヤードが 0.83 メートルなんですけど、彼曰く古代の巨石群たちはこのメガリスヤードを用いて設計され、その目的は月や太陽の動きを観測するためだったというんです。確かにストーンヘンジは古代天文学の天体観測所として、天体軌道の計算装置として使われたという説が、ね、有力とされてますよね。その他にも彼はね、いろんな古代巨石を訪れて同じようなね設計方法をしていたというので、古代の人々は現代人より地球、太陽、月の関係性を注目していたようなんです。ただ先ほど言ったように、この測定方法はね、地球や月の円周を知る必要があるので、そんな高度な知識彼らがね当時持っていたっていうとちょっと考えにくいじゃないですか。そしたらね、何者かがね彼らに知恵を与えたのか、まあもちろんこのメガリスヤード現代科学ではそのね信憑性がなく、もう完全にねガセだとされているんですけども、仮にこれが本当だとしたら、今となってはね失われた知識なのかもしれません。まあその後ねシュメール人たちがその360度をね採用して、まあそれがもっと使いやすかったかなっていうのはあるんだけど、それがね今となって定着しているけど、古代の人々が巨石群にこの地球、太陽、月の関係性のメッセージを込めるほど重要なものだとして、それが本当だとしたら彼らは何が言いたかったのか、その彼らに知恵を与えた存在がいたのか、これはすげえロマン的なね考えになっちゃうんだけど、もし何者かが本当にメッセージを僕たちに残しているのだとしたら、ちょうど人類の精神レベル、技術レベル、文明レベルがある点に到達した時に分かるようなメッセージをあらかじめ残していたのかもしれないです。それが月の存在。いや、なんかこれマジでありえそうだなと思っちゃうのが、みんなね月って移動してるの知ってます？月ってもともとその地球に近くて、まあ先ほど言ったように1日8時間とかだったんだけど、どん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 遠ざかっていってね、もう何億年かけて遠ざかっていって、今までも遠ざかっているんです。どんどん離れていって100年経ってやっと3メートル程度らしいんですけど、今の位置で生命が誕生できる環境が整い、その人類がみんな空を眺めてね見る完璧な位置に収まる皆既日食、月食、地球、月の誕生はね46億年前だと言われていますけど、この完璧なタイミングに僕たちが生きているのは偶然なのか、あるいは必然なのか、どう思いますか皆さん。これすげえロマン感じるでしょ。なんかねスケールバカでかいけど、もうあらかじめそこにメッセージはあったのかもしれない、ヒントはあったのかもしれない、ヒントはあるんだけど、俺らがある技術レベル、ある精神レベルに達さないとそのヒントに気づくことができない、常にそこに答えはあった。すげえロマン感じる。なんかソーワン、なんかこれ例えすげえ悪いけど、あのホラー映画のさソーのワンみたいな感じ、常にそこに答えはあった的な。深いね、これ深いね。だからね、その月の存在、月の凄さ、地球太陽、その関係性に俺らが初めて気づいた時に迎えが来るかもしんない。わかんない。俺も中二病だからさ、そういうこと考えちゃう。みんなどう思いますか、この月の存在。科学的に捉えても奇跡じゃないですか。その完璧な位置、大きさ、そして俺ら、この生命がいること。これも奇跡なんだけど、そのスピリチュアル的に捉えたら、まあ、それはね、奇跡的すぎて何者かがそれを演出している、作り出したっていう。おー、皆さんの意見ぜひ聞かせてください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。